方位自身。方位自身は、磁石の作用を用いて、方位を知るための道具である。用いられる場面や仕様の違いにより、単に、自身と呼ばれたり、方位磁石、コンパス、磁気コンパス、電子コンパス、羅針板などとも呼ばれることもある。方位自身は、N 極と S 極がそれぞれ一つずつ現れるようにき、自されている磁石を、N 極と S 極の両磁極を結ぶ方向をその地点の、 磁界の向きに沿わせようとする回転動作が磁界と重力以外の影響なくありに行えるようにして回転自在に指示したものである。現在の地球表面付近の多くの場所に限れば地磁気以外の磁界が無視できる環境の下では方位自身はその N 極を各地点でのほぼ北方向にその S 極をほぼ南方向に向けるようになって停止する。方位自身は単純には 非常に軽く作った磁石を指示針の上に乗せたり、磁石を水に浮かべるだけでも実現することができる。なお、方位自身が実際に指示する方向は、局所的な磁界の方向であり、地形上の厳密な巻田及び、真南を指してはいない。この局所的な磁界の方向と実際の巻田及び、真南のなす方向との違いは、偏差と実差により説明される。つまり、 真の死後線に沿っている真北及び真南を結ぶ方向と、方位自身が指示している方向との角度差、コンパス異差、コンパスエラー、コンパス誤差とも呼ばれ、記号、CE とも略記されるが、上気偏差と上気時差の大数話となっているのである。方位自身が指示する方向は、口実する時差を無視できるとき、地時期による磁気死後線上の北、地北と南、 自南を結ぶ方向である地震方位という。この地震方位と厳密な北、真の四五線上の北、地軸と地球表面の北側の交点、すなわち真北及び厳密な南、真の四五線上の南、地軸と地球表面の南側の交点、すなわち真南を結ぶ方向とがなす角度は、現在の地球表面付近の多くの場所において例ではない。この角度を偏差。 または、時期変革あるいはターンに、変革と呼ぶ。変差は、バリエーションとも呼ばれ、記号では、バリエーションと略記される。変革の向き及び大きさは、地球上の地域によって異なり、時間的にも常に変化している。一年間に生じる変差のズレを年差という。地北が真北より右に傾いている場合を、変東、または変、変東偏差左に傾いている場合を、 編成、編成偏差といい、例えば、変東零零等と表現する。日本国内の変革は、国土地理院知事記測量ホームページで内算でき、地形図、国土地理院発行基本図にも、地震方位は、西弁役零零零等と偏差が明示されている。2010年現在の日本列島の概略の偏差は、沖縄で、西弁4度、九州、四国、本州では、 西弁6度から西弁8度、北海道で最大西辺10度である。日本国外では地域によっては数十度にも達する。登山などで方位地震とともに地形図などの地図を用いる際に方位地震の身により正確な真北を知り得るためには偏差の角度に合わせた地北と地南を結ぶ直線を例えば数センチ間隔で分度気等に利正しい角度で、 あらかじめ図面上に書き入れておくことが有用である。また、公開用の解図には、羅針図、コンパス図、コンパスローズが図面上に描かれている。これは、同心円の体系円により、心方位メモリを、また、小形円により、地震方位メモリを描いたものであり、偏差を反映した方角を簡単に読み取ることができるようにしたものである。なおこの場合の偏差の値については、 コンパス図中に、偏差、測定年年差の順に、例えば、バリエーション、9度から 00w2,0w1 のように記載されている。地磁気の北極については、実際の地磁気が延長した向きとなる、北磁極がカナダの北方海上部に、また地球を時気層極子に見立てた時の N 極、地磁気北極はグリーンランド北西に位置している。これに対し、 地磁気の南極については、実際の地磁気が延直上向きとなる。南地磁極は南極大陸近辺の海上部に、また地球を磁気層局子に見立てた時の S 極、地磁気南極は南極大陸の陸部に位置している。なお、これら北極お及び南地磁極の近辺では、方位自身は誤差が大きい。なお、バイカル湖の北にはあたかも地磁極があるかのような地磁気の 異常分布が存在し、これが1800年頃から顕著になっている。方位自身は近くに鉄製品や磁石があると、その影響を受けて、磁気死線上の北、地北とも若干異なる方向を指すことがある。この差を、磁砂と呼ぶ。磁砂は、デビエーションとも呼ばれ、記号では、デブと略記される。船舶の場合、具体的には、船搭載のエンジンやモーター類などが、 その原因となる。具体的な時差の出方は、方位自身の種類により異なり、また、選手方向の転換、船体の傾斜、積み荷の移動、落雷などの影響を受け一定しない。スマートフォンに内蔵された電子コンパスは、スマートフォンの部品が発する時期に影響を受けエラーが発生することがあるため、電子コンパスモジュールを製造している朝日、火星エレクトロニクスは、 キャリブレーションとして、スマートフォンを8の字に回す方法を推奨しており、特許も取得している。磁力線は、赤道付近以外では、地面と平行に走っているわけではなく、北半球の多くの地域の場合、地面の中に向かって、突き進むような方向に走っている。そのため針が斜めになってしまわないように、S 極側を重くすることで釣り合わせている。なお、 均一の重心の方位自身では、東京だと47度上下にお辞儀をしてしまう。11世紀の中国の陳活の無形出段に、その記述が現れるのが最初だとされる。陳活の記述した方位自身は24型くらいであったが、後に現在と同じ32方位に改められた。原型となるものとしては、方位地震相当の磁力を持った針を木片に埋め込んだ、 ンギ魚が3世紀頃から中国国内で使われていた。ンギ魚を水に浮かべることで、現代の方位地震とほぼ同様の機能を実現する。名前に、魚とつくのは、多くの場合木片を魚の形に仕上げ、魚の口の部分が南を向くようにしたもの。文字通り、南刺す魚イコール、死難魚が使われていたため。方位地震の改良によって、 公開術は著しく発達し、大公開時代が始まった。実用的な方位自身として、最初に出現したのは、容器に入れた水の上に地震を浮かせることで自由な、回転と水平面の確保を同時に実現する方法だった。この方位磁石の欠点は、激しく揺れる線上で正確に方位を知るのが、難しい点である。揺れる線上で方位を知る装置として、 中ずり式ら新版が開発された。ただ十九世紀になると船体に木材ではなく鉄などの金属を使う船が普及し始めるが、これらの金属船では方位自身が船体の金属の影響を受け正確な方位を知るのが難しくなる。このためそれらの船では代わりにジャイロコンパスが方位を知るための手段として用いられるようになった。方位自身は その用法と円への方位の記し方により、本針と逆針とに分類される。本針とは、針の示す方向に円に記してある北が合致するよう、手に持って水平に回転して、方位を確認する形態の方位自身である。方位自身の円には、上に北、右に東、下に南、左に西と記してある。逆針、坂、針とは、船体などに固定して、 針の示す方向の円に記してある方位を進行方向の方位として確認する形態の方位自身である。方位自身の円には選手方向には北、子、右辺方向には西、鳥、戦尾方向には南、馬、左辺方向には東、うっと記してある。揺れる海上では手に持って体を水平に回転させるよりも船に固定した方が使いやすい。 針上に記されている、絵の曲と円に記されている方位が合致したとき、その船はその円に記された方位に向かっていることとなる。例えば、船が東に向かっている場合には、針の絵の曲は、左限方向である東、右を指しているので、船が東、右の方向に向かっていることがわかる。羅針んにも類似する仕組みが見られる。日本の公開用語で船の右方向への旋回のことを、 重かじというが、これは元来、うのかじであり、かじの柄を、左弦平気、逆張りの円に、うと記されている方向へ寄せることを意味している。同様に、左方向への旋回を指す、鳥かじは、鳥だ、つまりかじの柄を、右弦平気、逆張りの円に、鳥と記されている方向へ寄せることに由来する。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。